ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずね、これ、一個一個、自分がどう反則、自分の言い分を伝えていくか、これが USB で、これすべてが USB メモリーで自分が言った YouTube を切り抜いて送ってきてるんですよ。俺、自分のやつだから、そんな証拠とか言ってもらえればわかるじゃないですか。ここに置いてあるけど、一回も見てません。見ないで裁判に臨みます。そしてその上でここに、もうすべてここにこう書いてあるんですよ。なんか書いてますよね、自分が。書いてあるのにちょっとわかります？で、ここにどうやって反論するかっていうのをすべて書いたんですよ、もうね。番号1、日付2022年1月16日にタイトル、今日津波が起こった理由、概要、原告について、みんな言ってるこいつは心が悪いと発言、権利侵害、誹謗中傷、みたいな。で、これに対して、こいつ、ね、原告にみんな言ってるこいつは心が悪い、視聴者の事実です。2、1月31日、3月11日、福島ボランティアへ行かない、やらないと言った理由、原告について、ゼキシンはボランティアじゃないよ。あいつはお金儲けで言ってるからね。あれはお金出ているから、と発言。名誉毀損、業務妨害。私の言い分。で、岩手、陸前高田など、岩手県の陸前高田など、ね、仙台、宮城と、ね、宮城県の仙台など、他の震災地へ行かない。ね、10年も前からやってんのに、そういった配信をしないっていうところね。お前は完全にお金儲けなんだよ。ね。他のところもらってるところしか行かないんだよ。ね。心配して他のところの場所に行かない。これが事実。3。もうこれ日付はいいですよね。こっちは稲川会なんだって言ってんだよと発言。俺が言ったって言ったんですね。で、これ脅迫っていうところでね。はい。これは内藤豊が、ね。安全運転を連れてきたんだよ。ね。お前今内藤と仲良くやってんだろ？なあ。じゃあそっちが稲川会だよ、お前。そっちが稲川会だよ！はい、4。ヤクザ、俺んちって言ってんじゃんと発言。ね。俺は関係ないって言ってんだよ。な？おじ、前々から言ってるだろって言うんだよ。一切連絡取ってない。じゃあ、お前そうやってよ、言ってて、ね。お前、俺に付き合い、俺に、ね、俺はもう、お前と出会う前から言ってんだよ。な？だったら俺に関わってくんじゃねえよ、てめえ。ふざけやがってよ、お前。俺に関わってきてんじゃねえよ、てめえ、紹介してくれとかよ。なあ、舐めたこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。よし、次。5。なんだよ。タイトル、小山圭吾にさんにはたくさんの友達がいます。それがよくわかりました。原告の子供の学校名を画面に表示。お前、俺と一緒に、自分で俺の息子と娘、慶応だからねって言ってただろ。お前、何人のせいにしてんだよ、お前、バカ野郎。久美さん、すいません、いただきます。ありがとうございます。お前、舐めてんのか、ほんとに。親戚のくせによ、俺の。お前、ふざけんなよ、てめえ。なあ。大変にしとけ、お前、ほら。次行きます。はい。これはもう親戚同士の喧嘩なんで、大田区議会、東京都大田区議会議員に立候補してますけど、ちょっとエンタメにしてますから、私がね。皆さん多めに見て、いつも通りですよ。ね。いつも通りですからね。はい。エンタメにしてますよ。うまいから、俺上手だからね。俺がもうトップだからね。ね、ああいう本当に、俺の親戚だから、遠い親戚だよ。ね。だから、慶応とか入るの、あんなバカなんだからね。絵図って読みません。書けません。みたいなね。海図って言ってました。掛け算も0をかけたら0になるのに、解けないからね。割り算できないって言ってんだから、3週間前ぐらいね。はい。二次元、